日の揺らめく薄暗い地下アジトに突然爆発音が響き渡る。現場に到着したその目に映ったもの、それは探し求めていた友ウチハサスケの姿であった。サスケと共に木の葉への帰還を願うナルト。しかしイタチへの復讐に囚われたサスケにナルトの声は届かず、両者の意志は激突するのだった。俺の目的、その邪魔をするのだ。お前たちを消すまでだ。ナルト君。こうなったら力ずくだってばよ。戦闘開始。付き合い。援護しようか。お待たせ。瓦礫の山と立ち上る煙、広がる荒廃の地だが、そこに一畳の光が降り立った。その光とは戦術を手にした渦巻きナルト本人であった。地雷屋の仇であるペイン、それを前にナルトの叫びは、お前がペイン、お前がエル仙人を、お前の死が平和へと、おとなしく捕まれ。切りつけてやる。戦闘開始。Oh!
師匠の意志は俺が受け継ぐ。平和は俺が実現してやる。ナルトはサスケについて許しを請うためこの葉を立つが、その道中かつて出会った暁の一人トビと出会う。トビは自らの正体をウチハマダラと名乗り、今はサスケを手なずけていることを告げる。サスケを操る張本人が目の前にいる。渦巻きナルトの拳は強く握られた。キュービー、渦巻きナルト、さてどれほどか。てめえがサスケを。戦闘開始。追ってこい。知らねえが、サスケを惑わすんじゃねえ。